はい、どうもこんにちは、ひろみです。本日はですね、こちら神奈川県のね、私鉄のね、路線をね、ほとんどのね、路線をね、再現してみました。まあね、市に分けるとですね、川崎市、横浜市と藤沢市とかね、小田原市とかもあるんですけどね。はい、今回はですね、神奈川県の意外と中心的なね、川崎市と横浜市を紹介したいと思います。まずこちらがですね、川崎市ですね。こちらがね、京急のね、京急川崎駅という設定になっています。で、こちらがね、東急目黒線、東横線の日吉駅っていう設定です。でね、こちらがですね、東京大井町線、田園都市線の溝の口駅の設定です。こちらがですね、小田急のね、新百合ヶ丘駅っていう設定です。こちらはね、東京都なんですけどね、はい、多摩センター駅という設定な感じです。まあそんな感じでね、川崎市の設定の駅はこんな感じです。次はですね、横浜市のね、駅設定を紹介します。まずこちらがね、横浜駅ですね。はい。結構ね、私鉄はね、3路線です。4路線ですね。まあね、直通のね、さらに港未来線とかもありますけどね。で、こちらの短いね、港未来線、ここら辺がね、元町中華街です。でね、こちらがね、京急という横浜市営地下鉄、こちらが上大岡です。で、こちらのね、相鉄はね、こちらの分岐部分で、西屋、こちらの分岐部分で、二俣川って感じです。でね、東急はね、ここがね、あざみ野ですね。はい、そんな感じです。でね、こちらがね、大和市なんですけど、中央林間と、相模大野駅。で、こちらがね、大和駅と湘南台駅っていう感じの設定です。はい、一応ね、一周はできないレイアウトなんですよね。そんな感じです。はい、というわけで今回はですね、神奈川県、私鉄ね、ほとんどの路線をね、再現レイアウト。ね、今回はですね、川崎市と横浜市のね、まあ、このレイアウトの神奈川県の半分を紹介しました。また半分はね、また次回の動画で紹介します。じゃあまたね、バイバイ。